足の悩み相談室ウォーキング専門店フラット仙台駅東口での佐伯でございます。本日は11月1日の、火曜日でございます。今日はですね、昨日来店いただきました、ご相談の、ご紹介をしたいと思います。昨日ご来店しましたお客様のご相談はですね、ここの習状骨っていうふうにここの脇にあるんですけれども、ここが非常に痛いということでご来店されました。足を後ろから見ますとですね、ここのかかとが少しこう外反気味になって、舟状骨がこういうふうにこうグッと押し出されて、ここの部分が痛みが出てるようなんですね。それでですね、しっかり、ここの部分の歩くとこう外反気味になるこの部分のところを、オーダーメイドのインソールでしっかり支えてあげますと、こういうふうにこうグッと、こういうものが修正、改善されますので、これで、かかとのですね、しっかりした靴、サイズの下ぴったりした靴で押さえてあげますと、ここの外反部分がある程度こう矯正されますので、しっかり舟状骨もこうへっこみながら歩くことができる、そういった、オーダーメイドの中敷きと靴の改善効果でございます。ぜひですね、いろんな足のお悩みございます。靴と中敷きで改善できることがたくさんありますので、ぜひお気軽にご相談していただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。